原田実は歴史研究家、文明史や作家。広島市中区出身。修道高等学校を経て、1983年に龍谷大学文学部仏教学科卒業。1984年から3年半、オカルト系出版社八万書店に勤務、コシコ伝霊学書籍の広告を担当した。また、移住院教のペンネームで雑誌、 ムーに記事を執筆。その後、広島大学研究生を経て、1991年から1993年に、昭和薬科大学文化史研究室にて、古田武彦のもとで助手を務める。1995年パシフィックウエスタン、大学博士課程終了。なお、パシフィックウエスタン大学は、否認課の学校で判決によって閉鎖された。 全貌19969月号には、私学博士とある。元、市民の古代研究会代表マイナス2002年。都学会及び足尾図の会員でもある。とんでも本の逆襲の後書きには、自分の著作を送ってきた読者の一人として、署名、幻想の津軽王国と共に紹介されているため、その後の入会と思われがちだが、 実際の入会は1994年である。雑誌、全貌、正論、新潮45、機関山大国などに寄稿している。また、シャーロキアンでもある。ありがとうございます。